コミュニティバスとして皆さんを運んでいるけど、いざという時に停電した避難所に電気を送ったり、壊れた通信基地の代わりにもなれるから、復旧までは僕がお手伝いするよ。それにたくさん電気が必要な病院などでは、お待たせ、よし来た、オッケー、近くにいる仲間が集まって足りない電気を送ることができるんだ。へえ、これなら安心だ。車って走ること以外にもいろんなことができるんだね。すごい。